ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。こちらのスマートフォン覚えていますでしょうか？今年早々にマサルも購入したモトローラのスマートフォン、モト G31 というモデルになります。つい先日、最新のエクスペリア10 Mark 4をレビューする際に、同じミドルレンジモデルということで、こちらと比較した際に、映像の中にこちらも出していましたので、そちらの方をご覧になった方もいるかと思います。今でも所有して使っているモト G31 ではありますが、今回はこのモデルではなく、これのちょうど後継モデルにあたりますモト G32 というモデル、そのモデルが海外で発表されましたのでご紹介したいと思います。あえて今回そちらのモデルを取り上げる理由としましては、実はもう技的に通っているという話も出ており、このモト G31 同様、これから国内で発売される可能性がかなり高いモデルということで、低価格なミドルレンジモデルの購入を検討している方、そういう方にはぜひ今回の動画参考にしていただければと思います。では早速今回発表されましたモト G30 にご紹介したいと思います。こちらがモトローラの海外の公式サイトになります。もうすでに海外のサイトの方にはこのようにモト G32 の方が掲載されています。割と32になりますとカラーラインナップも落ち着いたカラーラインナップになっていて、低価格なモデルではありますが、より高級感のあるモデルとなっています。外観的な違いにつきましては、まずこの背面側のカメラ部分が大きく変わりました。今画面に表示していますのが、今回発表されましたモト G32 となりますが、このように長方形というやや正方形に近いような枠の中にカメラユニットが格納されています。そして一方、もうすでに国内で販売中のこちらのモト G31 はこんな感じ。丸っこい枠の中にさらに細長い丸い枠を作り、その中にカメラが3つ並んでいるというレイアウトとなっていて、この辺のイメージが大きく変わったという感想を持ちます。で、このカメラの調整につきましては後ほどご紹介しますが、構成は似たような感じ。広角、超広角、マクロカメラ、この3つの構成となっています。あと、前面側につきましては、モト G31 は中央にパンチホールカメラがありました。そして今回発表されたモデルの方はどうかと言いますと、こちらも同じく引き続き中央にパンチホールカメラがついた構成となっています。ですので、この背面側のメインカメラのデザインが大きく変わったという以外は、実はカラーラインナップの違いというのはありますが、現行モト G31 とあまり大きな違いはない、という印象を受けるかと思います。では、肝心のスペック的なところはどうなのか、そちらをご紹介していきたいと思います。まずモト G31 から変わったポイントとしましては、このディスプレイサイズはほぼ同じなんですが、リフレッシュレートがモト G31 では 60Hz だったのが 90Hz にアップしました。もちろんゲーミングスマホなどと比べますと 90Hz もまだ物足りないというところはあるものの、このようにイメージ画像がこちらに掲載されていますが、この横側を流れる風景、建物などの風景が 60Hz と 90Hz では滑らかさが違うというのがお分かりいただけるのではないかと思います。わずか 30Hz のアップではありますが、このように滑らかに表示することができますので、これはゲームをプレイする際というだけではなく、普段何かウェブサイトをスクロールして文字を表示する場合などもより素早く表示することができますので、実はこのわずか 30Hz のアップですが、かなり快適に使えるポイントとなっています。ディスプレイのサイズは 6.5 インチ、解像度はフル HD プラスとなります。スペックの数字的なところにつきましては、またこの後でご紹介しようと思いますが、ざっと特徴を先にご紹介しておきますと、こちら、このようにデュアルスピーカーで高音質で音楽などを聴くことができるほか、あとはモトローラのスマートフォン、
ミドルレンジモデルはあまり積極的に対応してこなかった急速充電。急速充電も今回やっと対応となりました。USB-C 端子を接続することによって急速で充電することができ、これまでのモデルは 10W の充電速度だったのが一気に 30W に上がりました。ですので、大容量のバッテリーを搭載したモデルということで、この急速充電に対応していないと、どうしても充電に時間がかかってしまうところがありましたが、今回はやっと急速充電に対応しましたので、大容量のバッテリーを一瞬で充電することができます。その他、スペックに関する部分としましては、これまで Moto G31 ではメディアデックのヘリオ G85 を搭載していましたが、今回からスナップワゴンになりました。この辺の型番の情報もこの後で詳しくご紹介します。あとはカメラも構成としては似たような感じですが、より高画質なカメラ、そしてカメラのデザインも変わり、この上の方にまとまっていた方が横持ちした際に手がこの辺触れにくいというところもありますので、この方が使いやすいということもありますので、この今風のどちらかというと正方形に近い枠の中にカメラを搭載してくれた方が使いやすいという場面も多いかと思います。では、ここからは型番、例えば CPU などの詳しい型番がどうなっているのか、そちらの詳細なスペックもご紹介していきたいと思います。まず CPU ですが、クアルコムのスナップドラゴン680となります。600番台のスナップドラゴンで、なおかつ 5G に非対応というところはありますが、そもそもミドルレンジモデルで、価格的にはミドルレンジというよりもエントリー寄りの価格になりますので、4G までの対応というのも、納得できるところかとは思います。そして OS は Android 12が最初から搭載されています。ストレージにつきましては 128GB となります。ですので、低価格なモデルではありますが、十分な容量がありますので、別途 1TB のマイクロ SD もサポートしていますが、そういったものを使わなくても本体の内蔵ストレージだけでたくさんのデータを保存することができます。なお、RAM の方につきましては 4GB となります。バッテリーは 5000mAh で、今回やっと急速充電に対応し、30W の定格に対応しましたので、短時間で充電することが可能となりました。ディスプレイは6.5インチ、2400×1080 ドットのフル HD プラス。今回から 90Hz の高速なディスプレイとなっています。本体のサイズ、重さ的なところにつきましても、Moto G31 とほぼ同じになります。立て持ちした際の高さが 161mm、幅が 73mm、厚さが 8mm、重さは 184g となっています。インターフェースとしましては、Type-C 端子を搭載しているほか、あとは 3.5 倍の音量端子も搭載となっています。また、スペックを紹介する上で重要になってきますカメラのスペック。こちらは背面側のカメラになりますが、5000万画素の広角レンズ、800万画素の超広角レンズ、200万画素のマクロレンズとなっています。このカメラの構成としましては、Moto G31 と似たような構成となっています。実は細かいところにつきましても、例えばレンズの F 値、F1.8、F2.2、F2.4 というこのレンズの組み合わせも Moto G31 と同じになっています。ですので、この辺のカメラ、もしかしたらセンサー、レンズ含め Moto G31 のものを流用している可能性もあります。一方で、インカメラ、前面側のフロントカメラになりますが、こちらは1600万画素に画素数がアップしています。Moto G31 が1300万画素でしたので、プラス300万画素のアップとなります。その他の特徴的なところにつきましては、通信につきましては 4G までの対応、
対応バンドはこちらに記載されている通りですが、国内モデルが今後発売されると思いますが、これには少し仕様が変わる可能性もあります。Wi-Fi につきましては 802.11ac まで対応となります。最新の AX には非対応なものの、意外と Bluetooth は最新の Bluetooth のバージョン 5.2 に対応となっています。セット内容につきましても、カバー、充電器、USB ケーブル、SIM ピンなど、一通りのセット内容が入っていて、割と最近のスマートフォン、この辺の付属品を省略することも多くありますが、まあ、持ってるとはいえ、ちゃんと最初から入ってくれていますと、別途付属品を用意しなくてもすぐに使えるということで、特にカバーなどは最初から入ってくれると便利なポイントと言えます。ということで、いかがだったでしょうか。まだ国内発売につきましては、正式にアナウンスされていないもの、技的に対応したり、そして、これまでも国内で発売されてきました、モトローラの G シリーズということで、今後国内で発売される可能性が非常に高いモデルということで、まだ海外で発表されたばかりではありますが、今回取り上げることにしました。なお、海外モデルの価格につきましては3万円程度ということですので、現在国内で販売中の Moto G31 が2万円台前半ということを考慮しますと、1万円というと言い過ぎかもしれませんが、1万円近い価格値上がりしてしまう可能性もあります。スペック的には実は Moto G31 からそこまで大きくスペックアップしたというところはありませんので、もし現行品でいいならば、今多少値下がりしています Moto G31 の方、そちらを購入するというのもいいかと思います。こちらがマサルも購入していますモトローラの現行機種 Moto G31 となります。先ほど2万円台前半と言いましたが、どうも現在の最新の価格は 26,859円となっているようです。ですので、これを考慮しますと、数千円程度の価格アップということになりそうです。とはいえ、現行モデルの方が安いというのは変わりありませんので、もし、もう今すぐにでもミドルレンジモデルが欲しいという方、別に 5G に対応していなくてもいいという方は、この現行の Moto G31、こちらを購入するというのもいいかと思います。なお、こちら、販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。もし気になる方、それから実際に購入した方の口コミなども見ることができますので、現行品でも十分という方は、ぜひ動画の概要欄の方から詳細をチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。